お届けする番組。滋賀キューが気ままにお届けする番組、4月27日収録放送でお届けします。皆さんこんにちは、石垣優です。今日はですね、先週の修学旅行の思い出というトークテーマ、引き続きメッセージを読んでいきたいと思います。そして後半はですね、石垣島出身で大活躍しているバンドを紹介したいなと思います。コメントもいただきましたので、そちらもね流していきたいなと思います。最後までゆっくりと楽しんでってください。ということで、修学旅行の思い出、メッセージを読んでいきたいなと思います。まずはですね、のぞみさんからいただきましたメッセージありがとうございます。高校2年生で行った沖縄が一番の思い出です。私の通っていた高校はとても古い学校で、私たちの代で初めて行ったのが沖縄でした。修学旅行アンケートでダメ元で書いた沖縄が採用されたことにびっくりです。飛行機が初めての生徒がほぼだったので、行きの飛行機は遊園地状態でジェットコースターに乗ってるかのような叫び声とかあったのかな、きっとね。恥ずかしいから、田舎者みたいだからやめなさいって叱られたのを覚えています。初めて出会った青い海、独特な沖縄料理、ヤシの木も赤瓦のお家もシーサーも、東北人の私たちには全部が新鮮で、毎日が楽しくてあっという間の4日間でした。11月なのに暑くて半袖で過ごした4日間。そうですね、11月でも沖縄は暑いですね。帰りは飛行機を降りると雪が降っていて、あまりの寒さにみんな一斉にブレザーに着替えて、コートを着てマフラーをつけて、数時間前にいた場所は何だったんだろうと夢から覚めたみたいな。その後しばらくみんな沖縄ボケでやる気がなかったのは言うまでもありません。あの時の修学旅行をきっかけに沖縄が大好きになって、あの時は無理ってなっていた沖縄料理も今では大好きになって、卒業後は年に 3,4 回は沖縄に行くようになりました。あ、すごい、結構行ってますね。あの頃よりも今はもっともっと大好きな場所です。早くまた行けるようになるといいなと思っています、とのぞみさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。年に 3,4 回で結構行ってますね。石垣島も行ったことあるのかな。いや、でもね、こうやってね、修学旅行をきっかけに沖縄が大好きになったとか、修学旅行で出会った人と今でもつながってるとか、そういうね話はよく聞くんですよ。だからね、こうやって修学旅行どこ行きたいかって言った時に沖縄を選んでくださった生徒の皆さん、そしてそれを採用してくださった学校の皆さん、ありがとうございます。いや、こうやって修学旅行をきっかけにね、沖縄に出会って、また大人になっても何度も何度も行くっていうのはありがたいものですね。ぜひ石垣島の方にも遊びに来てほしいなと思いますね。ありがとうございました。じゃあ次はですね、ゼロさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。修学旅行の思い出、小学校の修学旅行は宮崎、鹿児島、イブスでした。乗り物酔いが激しくて、出発してから1時間もしないうちに酔い始め、一応頑張って鹿児島市まではなんとかたどり着いたものの、そこで病院に担ぎ込まれ、わー、病院まで行ったんですね。私ともう一人体調を崩した子と教頭先生だけで別の旅館にお泊まりでした。高校の修学旅行は5日間くらいで、東京ディズニーランドがメイン。わー、いいですね。過去の状況もあり、ドクターストップで行けませんでした。だって、そうなんだ。いろんな理由で参加できなかった人も何人かいたので、みんなが修学旅行の間は、何ですと？登校して自習？登校して自習？と言っても、数読や図形パズル的なプリントがあるくらいでした。それもしてもしなくてもいいくらいの。そんなしてもしなくてもいいものはしなくていいんですけどね、本当はね。自由に過ごせて結構楽しかった記憶があります。わ、さすがゼロさん、前向きなコメント。それに友達がお土産もたくさん買ってきてくれて嬉しかったなと。わー、そうか、メッセージありがとうございます。いやー、そうですよね。あのね、そうだ、今思い出したんだけどね、
私がね東京に出てきて友達になった友達もすごい乗り物酔いが激しくて修学旅行とか行けなかったって話してたんですよ。乗り物酔いが激しい人で、もう子供の時からもう車とかねほとんど乗れなかったっていう人だったんですけど、なんかそうですよね、今考えたら修学旅行ってほとんどバスに乗ってるしね、乗り物全然ダメな方はにとったら地獄ですもんね、そりゃね。いやなんかでも自習してっていうのをなんか聞くと、なんかね他に方法はないのかって思っちゃいますけどね。今はコロナ禍もあってリモート修学旅行みたいのをやってる学校もあるって話を聞くんですけども、なんかこの経験をね次に生かしてさ、そのお家からリモートで修学旅行に参加できるとかさ、あとはなんか近場で洗濯して、長時間バスに乗っても大丈夫な子はちょっと遠めの修学旅行に行って、ちょっと長くバス乗れないよっていう人たちは、まあ東京だったらね、なんかそのどっかね近場ですごく楽しい遊園地的なところで集合してみんなで遊ぶとかさ、なんかその洗濯する方法とかさ、楽しい修学旅行になったなって思えるようなさ、なんか方法考えなきゃいけないよね本当はね。そうか、でもゼロさんはすごく前向きにね、自由に過ごせて楽しかったとか、お土産もらったとか書いてくださってね、いい方法ないのかなって思いますけどね。メッセージありがとうございます。次のメッセージはちょっと時間の問題で短めに割愛させていただきますね、すいません。島の美容師さんからいただきました、ありがとうございます。私の島では中学校では関西方面に行くのが一般的でした。それが私が中学生の時、たまたま福岡で博覧会があり、九州方面に行くように変更になりました。そんなことで関西方面には行けずじまいでした。それが引っ張っているのか、57歳になった今でも京都は駅のホームに降りただけで、コロナが落ち着いたら今度こそ行きたいと思っていますとメッセージいただきました。なんかあれなんですね、その修学旅行で行けなかったっていうのが心に残りながら、57歳になった今でもなんか京都に行くタイミングがあっても行けなかったりとか、なんか引っ張ってるんでしょうねそれがね。そうですね、ぜひコロナが落ち着いたら京都にね家族で行ったりとかね、まあ友達で行ったり、なんかゆっくりしてほしいですね。って言っても私も京都ってあんまり実際は行ったことがないんですけど、あれだけ行きましたよね、なんだっけな、清水寺行きました。でもなんかね外国の方がすごく多くて、写真撮ってくれ、ピクチャーピクチャーって言われて、写真を撮ったら私のところになんか5人ぐらい並んで、なんか写真を撮る人になりました私っていうのが清水寺での記憶思い出だなぜひぜひ島の美容師さん、京都の方にゆっくり遊びに行ってくださいね。メッセージありがとうございました。ここで一曲流したいと思います。今日後半はですね、アーティストの方からコメントをいただきました。ホルキーズを紹介していきたいと思います。メンバーの一人がですね、実家がね石垣島にありまして、そしてあと3人は沖縄本島にあって、沖縄を拠点に今活動をされております。でバンドなのでね4人とも楽器をするんですけども、なんと4人全員がメインボーカルという、なのでコーラスワークとかもとても素晴らしいですし、ボーカルが入れ替わったりもするのですごく聞き応えがあって、楽曲もねいい楽曲、素晴らしい楽曲を作っているバンドです。まずは1曲お届けしたいと思います。ホルキーズで幕開け。石垣優が気ままにお届けする番組をお届けしております。ホルキーズで幕開けをお届けしました。ホルキーズのね話に行く前に、今回修学旅行の思い出というトークテーマで2週にわたって皆さんからのメッセージを紹介させていただきました。ちょっと時間の問題でね短くなってしまうんですけども、かっちゃんさんからは修学旅行ではディズニーランドに行って自由行動が最高でしたという楽しそうなメッセージをいただきました。そしてそれとはまた逆にですね、土管さんからいただいたメッセージは修学旅行がなかったというメッセージをいただきました。なんか理由としては多分
この県内のライバル校に修学旅行がなくて、少しでも進学実績を上げたくて、この修学旅行がなくなったんじゃないかなというメッセージをいただきました。かっちゃんさんも土管さんもありがとうございました。皆さんのメッセージをね、聞きながらね、やっぱりこの修学旅行に、このバスで酔っちゃうとかさ、体調が悪いとか、そういう理由で行けなかった方々のために、行けない子供たちのために、なんかね、考えられたらいいですよね。このラジオ内でも言いましたけども、なんかこの今ね、リモートで旅行をするということも、このコロナ禍の中で生まれた方法なので、うん、それをなんかね、ちょっと皆さんのメッセージを読みながら思いましたね。メッセージを送ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。来週のトークテーマはですね、締め切ったんですけども、日頃不思議に思うこと、不思議な体験というトークテーマで皆さんからメッセージをいただきました。それは来週はちょっとお話しさせていただければなと思います。ということで、ここからホルキーズを紹介していきたいと思います。ホルキーズは男性4人組のバンドでして、メンバー全員がボーカルとコーラスを担当するスタイルで、沖縄では CM ソングやテレビ番組のテーマ曲を担当しています。もう沖縄で知らない人はいないかもしれないですよね。で、徐々に東京とかにもね、進出してくるんじゃないかと私は楽しみにしておりますけども、メンバーが、キーボードボーカル、柿の花よしきさん、ギターボーカル、川光ゆきさん、ベースボーカル、津波俊之介さん、ドラムボーカル、比嘉俊太郎さんという4人組でございます。ホルキーズに私会ったのはですね、柳原は解散前ですね、石垣島のお祭りかななんかで一緒にライブさせていただいたんですけども、今ね、幕開けという曲を聴いていただいてわかるように、本当に声がね、一人一人すごく個性的で美しいんですよ。で、コーラスワークもすごい素晴らしいですし、演奏ももちろんしっかりと、もうすごく上手だしね、ライブを見ながら、あ、これからね、沖縄を背負って活躍していくバンドだなっていうのをすごくしみじみと、なんか嬉しくて、新しい時代が来たなっていうのを感じながらライブを見ていました。で、さっきから言っているように、4人ともボーカル、リードボーカルなので、どういう声をしているかなっていうのが分かりやすい曲が実はあるんです。ホルキーズのドライブという、曲があります。この曲はね、一人ずつ歌ってる箇所もあるので、なんか、あ、この声は誰かな、誰かなって思いながら聞くのもすごく楽しいかもしれないな。いずれね、このラジオでもまた流したいなと思っております。そんなホルキーズはですね、4月、5月、6月、7月と、実は誕生日がそれぞれ続いているんですよね。ということで、4ヶ月連続でシングルをリリースすることになりました。で、4月の誕生日は石垣島に実家がある比嘉俊太郎さんが誕生日ということで、俊ちゃんのソロ曲が発表されております。その曲をね、今日は最後に流したいなと思うんですけども、俊ちゃんの声は本当に透き通って美しいですし、ドラムもすっごい上手なんですよ。私いつもドラムすごいな、彼は本当に素晴らしいドラマーだなっていつも思っているんですけども、いつかね、なんかサポートしてくれないかなって思うぐらい本当素晴らしいですね。弟がですね、このラジオでも何度も紹介しているアザ・ダンガニーズのボーカル、比嘉健次郎くん、ケンちゃんのお兄ちゃんでもありますね。いや、やっぱり素晴らしいですね。もう遺伝子が全然違いますね、やっぱりね。このホルキーズの才能にも、アザ・ダンガニーズの才能にも、本当にこの石垣島からこんな才能のね、持った子供たちが生まれてくるということを感動しております。ホルキーズは先ほど言ったように4月から4ヶ月間連続でシングルを配信していきますので、このラジオでも4ヶ月間、毎月ね、流していきたいなと思っております。では早速、ホルキーズの皆さんからのメッセージを紹介して、曲まで一緒にね、かけていきたいと思います。ホルキーズの皆さん、よろしくお願いします。石垣優が気ままにお届けする番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ホルキーズです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターボーカルの川光幸です。キーボードボーカル掛野良樹です。ドラムボーカル伊賀俊太郎です。ベースボーカルの津波俊之介です。サンサンラジオさん、お久しぶりです。久しぶりです。久しぶりですね。前回は木山商店さんの番組に出させていただきまして、うん、はいはい、あれはいつ頃、2年ぐらい経ってるのかな、ね、経ってるんじゃん。結構前のことだと思いますけど、石垣島祭りのタイミングで出たんだっけ。いや、それの前だと思うよ。ワンマンライブ大川公民館でライブをさせてもらう前に告知も兼ねて、そうですね、多分出させてもらって、はい、めっちゃ走ってな、めっちゃ走ったな、ホテルの中めっちゃ走ってから走りました。ギリギリ間に合うという、そうね、石垣優さんとも、はい、そうだね、石垣島祭りで、そうだね、では出会って、うん、 そうだね、そこで仲良くさせていただいて、はい、2年前 ね、早いな、早いね、めっちゃ早い、めっちゃ早い。石垣島優さんのラジオ番組に出れるだけで、はい、嬉しく思っております。はい、はい、ありがとうございます。また石垣島でもライブしたいね。したいな。ライブしたい。今もこういう状況でライブもなかなかできないので、うん、僕たちホルキーズはですね、レコーディングを今重ねているところでございます。そんな僕たちホルキーズからお知らせがございまして、僕たち全員ボーカルバンドなんですが、うん、誕生月がですね、うん、4月、5月、6月、7月と僕たち4人なんですけど、うん、全員誕生月が並んでいるので、そうです。そして僕たちは全員ボーカルということもあって、うん、毎月ですね、4ヶ月連続で、うん、楽曲をですね、リリースすることになりました。ありがとうございます。で、去った4月15日は、うん、私、比嘉俊太郎の誕生日だったんですけど、その誕生日の日に、だから今月は僕がメインボーカルを務めた曲が、配信とまた、PV も発表して、うん、そういう流れが動き出しております、はい、これから僕のこの4月に始まってまた3ヶ月あと3ヶ月まであるので、うん、連続で曲もね、はい、また新曲どんどん出していくので、はい、また出るたんびにまた読んでいただけたら嬉しいなと思います。毎月毎月たんびに気ままにお届けさせていただきください。お願いします。お願いします。それでは、うん、まず4月にリリースされました、はい、僕がメインボーカルを務めます曲から聴いていただきたいと思います。それでは、わかったよ以上ホルキーズでした。